三菱 RVR、RVR、RVR は1991年から三菱自動車工業が製造、販売していたトールワゴン型乗用車もしくは2010年2月から生産、販売している株である。RV ブームの最中にデビュー、カープラザ店の先売車種であった。車名である RVR とは、 リクリエーションビヒクルランナーの頭文字を取ったものである。なお、初代及び二代目のロゴは、頭の R を左右反転させて、キリル文字ののよう、VR にしてあり、偽キリル文字、アンビグラムになっていた。シティユースを重視した4から5人乗りの広いキャビンと、手頃なサイズ、開発、発表時期がバブル経済だったこともあり、スライドドア等による使い勝手の良さが好評を博した。 ドールワゴンでありながら、オフロード走行を意識した、モデル、スポーツギア、スポーツギアを設定するなどの他社にはない独自の路線が、受け、初代は、特に高セールスを記録したが、RV ブームの終焉とともに販売台数も加工。2002年8月に販売を終了した。その後2010年2月17日発売の新型株、クロスオーバー SUV が RVR の名前を、 継承することが発表される。しかしスライドドアなどは装備されず、完全な株となるためどちらかといえば、スポーツギアに限りなく近いイメージである。またロゴも2台目までとは異なっており、R の左右反転はなくなっている。代表的なグレード名である、スポーツギアは、その後、同社のエアトレックやグランディスなどで復活している。1991年2月発表。 デビュー前の2代目車両のシャシーコンポーネンツをショート化し2列シート片側スライドドアを装備した SUV テイストのトールワコン。後席が通常の3人掛け、定員5名とロングスライドシートの2人掛け、定員4人の2タイプが設定されており、4人乗りタイプはシートアレンジ次第で後席で足が伸ばせるほどの広大な室内空間を織り出すことが可能。 デビュー当初は、な2.0リットル、1.8リットルガソリンエンジンのモデルのみだったが、その後ディーゼルターボエンジンを搭載したモデルが追加された。モデル中期には、同社ランサーエーボリューションにも搭載されている 4G63 型、ターボエンジンのデチューンタイプを搭載した、スポーツモデルの X3 及び、スーパースポーツギアや、車体天井の前半を電動収納できる得意な、 オープンモデル、オープンギアなどを追加し、バリエーションを拡大。最後に、最強モデルとなる、ハイパースポーツギアを1997年1月に追加した。ハイパースポーツギアのエンジンは、ランサーエイボリューションと同等であり、RV 版ランサーエイボリューションとしての呼び声も高い。開発時期の関係から、仙台ギャランのメカニカルコンポーネンツの流用が多く、メカニズムに、 新しさはないが、基本的には信頼性があり頑安定である。ただし、個体によっては、AT ミッションが6万キロメートル程度、プラグコードが3年程度で寿命を迎える、スロットルボディ周りのセンサーやサーボ機構が不調になる、アイドリングしないなどの症状とて現れるなど、よく知られたトラブルはあるので、中古車を購入する際には注意が必要。AT 車のシフトロック機構は、 電気的に制御するのではなく、ブレーキペダルから伸びたワイヤーで、機械的規制解除するという独特の方式であった。これはバッテリーが上がっても影響を受けないという利点があった。ただしブレーキペダルを深く踏み込まないと解除しないため、エンジン停止から時間が経過し、ブレーキマスターバック内の負圧が漏えい減少すると、ペダルストロークが不足し、解除が困難になる傾向があった。 仙台同様に、シャリオの後継、シャリオグランディスのコンポーネンツをショート化して流用した。シャリオは3ナンバーサイズになったが、RVR は5ナンバーでミニバン風のルックスの、グダーバーと3ナンバーでクロスオーバー SUV の RVR スポーツギアの2つに分けられる形となった。仙台の特徴であったロングスライドシートやリアスライドドアなどの機構は踏襲されている。 1999年のマイナーチェンジ時に当時、売れ行き校長であったシャリオグランディスの衣装をイメージさせる大幅なフェンスリフトが行われた。また要望の多かった両側スライドドア車も新設定された。スポーツギアはスペアタイヤキャリアや若干高められた車高等、オフロード色を2台目においても前面に出していたが、その後オンロードを重視した衣装の スポーツギアエアロが設定され、若者を中心にした新たなユーザー層開拓を図った。グレードは標準タイプの X、後期は X シードとスポーツタイプのスポーツギアに大きく分類され、標準タイプの X は1.8リットルガソリンエンジンを、スポーツギアは2.4リットルグディエンジンもしくは2リットル 4G63 型ターボエンジンを搭載した。なお、 最強モデルのスポーツギア X3 は、レベライザー付きキセノンヘッドライトや、本川巻ステアリングシフトノブ、ハチドリの模様が織り込まれた、オリジナルシートなどがおられていた。三菱自動車は2009年12月3日、2007年のフランクフルトモーターショーで初めて披露されたコンセプト CX をベースに、2010年春市場に、 投入する予定の新型コンパクト SUV を日本では RV として販売すると発表した。これにより8年ぶりに同社の名が復活した。ただしドアも通常のヒンジ式のドアを採用するなど、スライドドアであったコンパクトミニ版としての性質よりもむしろギャランフォルティスの下部版、アウトランダーの縮小版としてのインパクト下部の性質が強く、 かつての RVR と車種のカテゴリーは違う。むしろ、プラットフォームを共通とする、ギャランフォルティスと非常に共通する部品が多い、常用カテゴリーに近づいた。フロントデザインは、ギャランフォルティスや、アウトランダーの北米仕様などと共通の、ジェットファイターグリルと呼ばれる、デザインモチーフを用いている。ボディには、衝突安全強化ボディライズ、ライズが採用された。ライズ、 ライズは、高エネルギー吸収構造と高体力キャビン構造と、高張力後半の採用で、正面衝突をはじめオフセット衝突、側面衝突、後面衝突など、全方向の衝突安全性を飛躍的に向上させている。パワートレインは、ギャランフォルティスにも搭載される1.8リットル。 マイベック DOHC16 バルブエンジンの4バイト自型にインベックス36速スポーツモード CVT を組み合わせ、減速エネルギー改正システム、高効率発電制御や電動パワーステアリング、空力性能の向上をはじめとする細部にわたる低燃費化技術の採用で平成17年基準排出ガス75%低減レベル。 平成22年度燃費基準プラス15%を同時に達成した。日本仕様は後に 4J1 で1.8リットル直列4気筒サイチェシー1 6バルブを採用する。このエンジンはサイチェシーでありながら従来の DOHC エンジンと同等の性能を持ち、さらに AS&G と組み合わせることで平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合し、 平成27年度燃費基準を達成した M の 4WD 車はメーカーオプションの装着により車両重量が 1421kg 以上となった場合に達成する。なお、欧州仕様である ASX には同じ DOHC16 バルブでも 4N13 型コモンレール式ターボディーゼルエンジンとなりトランスミッションに 6MT が組み合わされる。 フロントにマクファーソンストラット式、リアにマルチリンク式を採用している。ギャランフォルティスと同じく電子制御 4WD を採用している。電子制御 4WD は燃費の良い 2WD、路面状況や走行条件に応じて前後に駆動力を適切に配分する4 w d オーと強力なトラクションが得られる 4WD ロックの3モードを選択することが切る。 レクリー・シャネル・ビーヒクル・ランナーの登場法を取って付けられた。初代、二代目は、最初の R は鏡文字になっており、V の中央を境に、線対称になるデザインとなっている。なお、車両コンセプトの違う三代目において、RVR を復活させた理由については時間とコストをかけずにアピールできる方法を試案した結果、三菱の持っている資産、登録商標や、 ブランドイメージを要するのが特策と考えたからである。三代目に設定されるロデストについては、他社同様、道を意味するロードと最上級を意味する絵を掛け合わせた造語である。1996年のパリダカルラリーに RVR を冠したプロトタイプ車 RVR スペースランナーが出場、増岡博選手が乗り総合を6位で完走した。基本的な構造は、 パジェロプロトタイプとほぼ同じものとなっていた。また、市販車改造部門にも、スポーツギアがエントリーしたことがある。左ハンドル仕様で、スライド式ドアがガルーイングドアに改められていたほか、サスペンションが前後ともにパジェロプロと同様のスイングアーム式、ダブルウィッシュボーンに改められていたことが特筆される。三菱の取材用車両及び、プライベーターから各一度ずつエントリーしている。 2013年のダカールラリーには ASX が市販車改造部門にプライベーターチームからエントリーしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。